ヤッホーマナティーです。今日は RSA の話をしようと思います。 RSA ってなんやねんっていう人もいるかと思うんですけど、オーストラリアで1回は飲食店で働いたことがある人やったら絶対にこれ持ってなあかん資格なんで知ってると思うんですけど、 RSA っていうのはリスポンシブルサービスオブアルコール、もう完全にジャパニーズイングリッシュなんですけど、それの略で RSA なんですね。これはお酒を取り扱ってるお店で働く人は必ず取っていないといけない資格なんです。もしね、この資格がないのにお酒をサーブしたりしてたら、政府のインスペクターが来た時に君の RSA はどこですかとかって聞かれて、ないよとかって言ったら罰金取られる可能性もあるので、もし知らない、これからオーストラリアに来ようと思ってる人とかだったら、例えばワーホリとか学生で来る人やったら飲食店でバイトする可能性めっちゃ高いと思うんで、もしそのお店がお酒を扱ってなかったとしても、まあ、1年いる予定だったらその間にね1回ぐらいはお酒を扱ってるお店で働くようなこともあると思うので、 RSA はね別に高くない、多分50ドルぐらい、高いとしても50ドルぐらいで取れると思うんで、 RSA だけやったらね取っといた方が賢明やと思います。で、今回なんでこの RSA を私は動画にしようと思ったかって言ったら、私今ビクトリア州に住んでるんですけど、もうすぐもし許可が下りれば西オーストラリア州に引っ越ししてレストランで働くことになるんですね。これ州ごとに RSA って違うので、私がビクトリア州で今持ってる RSA っていうのが向こうでは使えなくなるんですよ。なので西オーストラリアのレストランのオーナーね、これもちょっとなんでやろうって思ったんですけど、 RSA 持ってるかとかも聞かれなくて、あと RSA を取り直してくださいねとも言われなかったんですね。だからまあ向こう行ってからその話するんかなと思ってたんですけど、でもやっぱイリーガルなことしたくないじゃないですか。もし向こうが取らんでもいいよとかって言ってきたとしてもそれはないと思うけど、でも RSA を持たずにレストランで働いてお酒をサーブするのはイリーガルなので、もう言われなくても自分から先に取っとこうと思って、最近検索してね、RSA、WA って調べて、もう適当にクリックしたところのオンラインコースが 17.5 ドルってめっちゃ安かったから、もうこれにしちゃえと思って、そこのオンラインコースを受けて今朝合格したっていうお知らせが来たので、ちょっとねこれを動画にしようと思って回してます。今朝ね合格が来たんですけど、実は私 RSA、 いや受けたことある人やったらわかると思うけど、簡単っちゃ簡単じゃないですか。でも私実は最後のファイナルアセスメントで手こずってしまったから、もうなんか私一発で通るって思い込んでて、めっちゃ手こずったからびっくりして、えこんなのやったっけとかって思っちゃって、ちょっとそれを動画にしてます。私がね手こずったファイナルアセスメントのどういう質問をされてこういう答えをしたのかっていうのを動画の最後の方で言うので、もしよかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、ということで西オーストラリア州に引っ越しがまだ 100% 決まってはないけど行くことになったので、 RSA を取り直しをしたんですね。で 17.5 ドルのオンラインコースを受けることになったんですけど、まあ、このオンラインコースは30日間の間に、まあ、自分の好きな時にね家でこうオンラインでやったらいいんですけど、まあ、RSA って、さっきも言ったけど簡単っちゃ簡単じゃないですか。いっぱい、日本の人これびっくりするかもしれないんですけど、オーストラリアってね飲酒運転 OK なんですよ。日本ってもうゼロでしょ、一滴も飲んだら運転したらあかんっていうのじゃないですか。オーストラリアって決められたアルコールの量やったら運転してもいいんです。おかしいでしょ。なんかさ、めちゃめちゃさ飲酒運転の事故とか起こってんねんから、もうゼロにしちゃえばいいのにさって思うけど、飲んでもいいんですよ。だからそういうのが RSA で勉強しないといけないことになるんですね。なんていうの、このアルコール度数がこれぐらい以上いったらもう運転しちゃいけないとか、ワンスタンダードドリンクがどういうものかっていう、そういう話になるとちょっと記憶っていうか、その覚えないといけないこともあるんですけど、それ以外のことは常識で考えたら答えられることばっかりなんですよ。例えばあなたはバーで働いています。めちゃくちゃ酔っ払ったお客さんがバーにお酒を頼みに来ました。あなたはどういう対応をしなければいけないですか。次の4つから選びなさい。お水を渡す。ノンアルコールのモクテルはどうかとおすすめする。ショットをおすすめする。ビールをおすすめする。はい、この中から2つ合ってるものを選びなさい。当たり前やけど最初の2つじゃないですか。ノンアルコールのものを提供する。そういう感じの問題ばっかりなんで、意外と常識で答えられるものが多いから、もう簡単、オンラインじゃなくても教室でレクチャーを受けるやつも1日でサティフィケートを取らせたい。
から、まあ、あまりにも全然話聞いてなくて、もう常識も全然通じなくて、もう間違いまくってたらまた50ドル払って受けなあかんっていうこともあるかもしれへんけど、ほとんどのオンラインコースとか直接学校に行って受けるレクチャーとかはその日のうちになるべく取らせたいんですよ。その日のうちにテストを受けてサーティフィケートを上げたいから、そこでちょっと間違ったとしてもその時の先生がこれはこうでなって言って目の前でちょっと教えて、で答えはこっちやでとかってやってくれたりするんですよ。まあおまけみたいな感じでくれたりするんですよ。で今回私オンラインでやったんですけどね、その最後のファイナルアセスメントがちょっとこれはあこういうクイズが来るとは思ってなかったみたいな感じで、予期してなかったクイズやったから間違えてしまったっていうのもあるんです。私の受けたオンライン、他のオンラインのやつもそうやと思うんですけど、バーっとこうレクチャーみたいなのが自分でこう読んでいくだけで、でそのカテゴリーごとに小テストがあるんですね。その小テストを受けながらどん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 進んでいくんですけど、ファイナルアセスメントが8個しかクイズないんですけど、4つがビデオリスポンス、自分で喋ってカメラに向かってレコーディングするっていうやつと、4つがリトゥンリスポンス、これは書いて答えを自分で書くってやつなんですね。この書くやつはもう一発で通ったんです。でもこのビデオリコーディングするやつが、まずビデオでこれ答えんねやってなるじゃないですか。英語がネイティブじゃない時点でめっちゃ緊張するし、1回目パスしなかった時は何回私これはねトライできるかわからないんですけど、結局3回トライして3回目でやっとパスしたんですよ、ね、1回目の時はいやなんかちょっと舐めてたっていうのもあって、すぐに合格させてくれるやろうと思ったから、1回目は何もなんかメモとかせずにあんまり考えんとヘラヘラ答えたんですよね。けど1回目あかんかったから2回目はちょっとだけ考えて、まあちょっとメモして、あこういう答えにしようかなと思ってメモして言ったけど、2回目もあかんくて、なんでと思ってもう1回よく考えて、もう1回ねそのオンラインコースのやつ見たりとか他の動画を見たりとか、まあいろいろちょっと勉強してっていうか勉強して、3回目のやつもちょっとメモして書いて、まあこれであかんかったらなんないもう1回受けなあかんのかなとか思いながらやったら、3回目のやつでやっと合格したんですよ。なのでこれからちょっとどういう質問をされて、4つビデオリコーディングして答えなあかんかったやつがあるんですけど、そのうちの2つは2回トライして合格できたんですけど、最後の2つが3回目のトライでやっと合格したんで、この最後の2つどういう質問をされてどういう答えをしたかっていうのを、それをちょっと今日は最後に紹介して終わりたいと思います。まずねこれちょっとこのパソコンのやつをこうスマホで動画で撮っただけか、すごい画面が汚いんですけど、こういう感じです。こういう感じでこのビデオリスポンスっていうのがあります。で私はパソコンにカメラが内蔵されているので、そこに向かって答えを言うっていう感じですね。はい、じゃあこの私が3回トライしてやっと通った質問です。 You are walking behind the bar in a busy nightclub. You've noticed one patron who has very suddenly started showing signs of illicit substance use. Her eyes are red and glassy. Her coordination and speech are affected. She approaches the bar and orders a drink. あなたはナイトクラブのバーで働いています。いきなりね薬物やってんじゃないかなっていう反応を見せてる女の人が、もう目も赤いしちょっと喋り方もおかしいしって女の子がやってきて、バーでドリンクを頼みました。で一つ目はもうね答えて私合格だったんで、その彼女に対してどういう風にあなたはアルコール提供を断りますかっていうのが最初の一つのクイズだったんですね。それは私2発目で合格しました。あ、そう、ごめんなさい、これ言うの忘れたけど、ファイナルアセスメントは全部これ実践で使うようなことをクイズにしてるんですね。バーにやってきたお客さんがめちゃくちゃ酔っ払ってる、その時にあなたはそれ以上のアルコールを提供するのを断らなければいけない、もしくはもうこの店から出て行ってくださいって言わないといけない、あなたはどういうふうに答えますかっていうのがファイナルアセスメントの課題です。
この女性に対して、この following on from the previous question, the woman becomes very upset, starts crying, but agrees she won't drink anymore. You've decided it's time for her to leave the premises. Please ask the woman to leave the premises. Record exactly what you would say to her. で、これが私がね、3回目でやっと通ったやつなんですけど、女性、酔っ払ってもいるし薬物もやってるだろうなっていう女性が、私がもうアルコールはダメだよって断った後にすごいちょっとね、アップセットして泣き出したんだけど、でももうそれ以上アルコールは飲みませんっていう風に言いましたけど、もう私はこの彼女を店から追い出さなくてはいけない、どういう風に彼女に促すか、店から出て行ってくださいっていうかっていうのが質問です。で、私もこれカンペ読みます。私はこういう風に答えました。多分こうビデオだからちょっと悪そうな、断らなきゃいけないからちょっと悪そうな表情も作った方がいいと思うんですけど、 I'm sorry but you are showing me a few signs of intoxication. It's a house rule and the law. I cannot serve you any more alcohol. I'm gonna have to ask you to leave the premises. っていう風に答えました。これね、大事なポイントは、これこの私が言ったこと一つが答えじゃないんです。いろんな答え方があるんですけど、このオンラインコースで私が言わなきゃ、何を言わなきゃいけないかって言ったら、まずこの人に出て行ってほしいっていうことは明確しなきゃいけないんですけど、なんで出て行ってほしいかっていうのは、その法律だとかルールなんだよっていうことを付け加えて説明しないといけないっていうのが重要なんですって。もう一回言います。I'm sorry, but you are showing me a few signs of intoxication. It's a house rule and the law. I cannot serve you any more alcohol. I'm gonna have to ask you to leave the premises. 申し訳ないんですけど、あなたは酔っ払ってるサインが少し見受けられるので、もうこれは私たちのハウスルールと法律なんですけど、もうこれ以上アルコールをサーブすることができません。なので、このお店から出て行ってもらわないといけませんっていうふうに答えました。はい、で次のやつ、3回目トライしてやっと通ったやつです。これもね、ちょっとバックグラウンドがあるんですけど、 You are walking behind the bar at the local football club when Jim approaches the bar. You know he's been drinking all afternoon with nothing to eat. He's displaying signs of intoxication. You are required to record exactly what you would say to Jim to refuse him more alcohol and any legal or house policy requirements.このジムっていう人がバーに近づいてきて、またね、もっと飲み物くれって言ってきたんですけど、私は知ってるわけです。彼が何も食べ物を食べずにずっと飲み続けていて、あとちょっと酔っ払っててやばいなって思ってるから、アルコールをとりあえず拒否しなきゃいけない。あなたはどういう風にジムに断りますかっていうのがクイズです。で、私はこういう風に答えました。これが、3回目トライした私の答えです。I see you have been drinking all afternoon without food and you are showing signs of intoxication. It's a house rule and the law. I have to stop serving you alcohol. If I serve you any more drinks, I risk losing my job and being fined. So why don't you have water and something to eat for now? というふうに答えました。私はあなたが何も食べずにずっと飲んでいることを見ているし、ちょっと酔っ払ってるんじゃないかと思います。これはハウスルールで法律なんですけど、ちょっともうあなたにアルコールをサーブするのはやめなきゃいけません。もし私がそのままアルコールをサーブしたら、私は仕事を失うかもしれないし、罰金を課せられるかもしれないんです。なので、今はお水だけにして、何か食べ物を食べたらどうですかっていうふうに言いました。はい、これで私は合格しました。ただこれさっきも言ったんですけど、これ一つだけが答えじゃないので、皆さんいろんなアレンジを加えて、例えばなんかチキンパーマとかおすすめだけどどうとか、そういうのを付け加えたりとか、そういうことをしてもいいと思います。これでやっと合格して、西オーストラリアの RSA が取れました。あー、ほっとした。これね、オンライン、私はね、今何にもしてないからめちゃめちゃ時間あるから2日で取れたんですけど、まあ好きな時間にやったらいいから5、6時間トータルして、いや6時間もかかってないんじゃないかな、まあ、好きな時間にやればいいので、すごい良かったです。 17.5 ドル、安いし、はい、これで安心です。まあ西オーストラリアに行けるかどうかっていうのはまだわからないんですけど、もし行けるようになったとしたら、もうすでに RSA あるので、その心配もなく行けるっていうことなんで、ちょっと安心しました。はい、では今日の動画は RSA のファイナルアセスメントで私が手こずった問題の答えでした。はい、少しでも参考になったら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。オーストラリアからマナティでした。バイバーイ。
Scheiß wird alle, weil er jürgt.